日本神奈川県横浜市中区日の出町日の出町は横浜市中区の町名。現行行政地名は日の出町1丁目及び日の出町2丁目。住居表示は未実市。郵便番号は231-0066。中区北部に北東から南西にやや長い町域を持ち北東側が1丁目となっている。南東側に大岡川が流れ平戸桜木道路と 京急本線が町内を縦断する。一丁目に日の出町駅があり、駅付近の日の出町交差点で平戸桜木道路と横浜駅根岸道路が交差する。日の出町駅には京急ストアが併設されている。一丁目は野毛町や福富町に近い歓楽街となっており、風俗店などが見られる。1751年から1763年に、 かけての法暦年間に埋め立てられ、倉木軍大田村の一部となった。1859年の横浜公開港の際には、警備を命じられた福井藩越前松、平家の松平茂明が陣屋を置いた。その後陸軍用地となり、1871年に、随所地名を付した日の出町が新設された。1889年4月1日に横浜市に編入。 1927年に、区政施行され、中区日の出町となる。翌1928年には、町会町名地盤整理事業が施行された。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。